これまでの想定だと、戦隊もの、それは仮面ライダー、より一つ低い立場にある、感じ、ではある。仮面ライダー側の決定に方向が引きずられるわけだが逆に言えば？仮面ライダーが問題なければこれも問題がない。そういうことになるかもしれない。今まで考えなかった話だ。ファミコン、それが世界を席巻したというそれは日本が、太平洋戦争その時、結末は世界の支配者になった、可能性を実は示していたかも。さすがに天皇陛下にはそこまでするつもりはなかったが、その結果を見たときそれは果たして？ではある。結果の一面は、微妙だ。対抗するハードは総じて消えていき世界にはファミコンしかなくなった。もちろん、アルカディアの姿なんか微塵もない。世界が日本になってしまった後、その統治は果たして、ではある。